ていうんですかね、頭の中でそのアイデアが描けるっていうかイメージすることができるんで、まあ、すごい役立ってます今でも。護身術、合気道とか空手とか、そういうちょっと強い女の子になってほしいです。Hey guys and girls, on Ask Japanese, it's Cathy Cat. Do Japanese kids really study that much as we hear it on the news? Or is that actually a lie? We are gonna go and find out and let's ask Japanese.習い事したことありますか?水泳とテニスと英語かな?ですかね。学習塾の4つを2人でずっとやってました。2人でってことはもうお母さんが2人を。そうですよね。なんか姉妹なのでライバルとかやらなかったんですか？結構私はそのお姉ちゃんなんですけど、お姉ちゃんがすごいできるので、学習塾とかで私だけ下のクラスに行っちゃったりした時は悔しいってなってやったりはしましたね。勉強して次の月のテストとかには頑張って合格して上のクラス行けるように勉強とかはこっそりライバル心燃やしてやってました。おー、そのライバル心を感じましたか？あ、でもちょくちょく感じてて、まあ抜かされないように私も日々こう勉強するみたいな感じで、逆に運動は私本当できなかったので、テニスとかは見習って教えてもらいつつって感じで、なんか勉強と運動でちょっと分かれてたところありますね。その中の習い事、いくつ習ってたので一番役に立ってる習い事は、やっぱ学習塾かなって思います。私大学でも歴史やってるので、こう塾で歴史勉強してきたこととかがこう役立て知識としてあったりして、あ、こういうことを先生は言ってるんだなとか分かるので、塾が一番私は役立ってるかなって思います。ちょっとテストみたいになって、それこそ知識問題みたいな感じでやるときに、その私世界史なので、世界史のルイ何世がとかそういう問題とかもやっぱり覚えてれば解けるじゃないですか。なのでそれで解いて、ちょっとテストの点数良くて成績がちょっと良くなったみたいな感じで役に立ったかな、立ってるかなって思います。役に立った習い事、私はなんか英語を習ってた時に、そこが個人のおばあちゃんが個人でやってる英語教室だったんですけど、そこで英語自体はあんま上達しなかったとは思うんですけど、そのいろんな考えを持ってる人がいるとか、外国の人と接するのも楽しいよみたいな、そういうのは大切なことは教えてくれて、今もなんかこう積極的にいろんな人とコミュニケーションを取ることは大事かなと思って、はい、自分の心がもっとオープンになった感じ あります。最初も結構人見知りだったので、もう本当2人で一緒だったから、もうここでしか喋れないみたいなところはあったんですけど、英語教室行ってからはなんか結構友達ともなんか新しく転校してきた子とかともなんかこう話してみたいな、積極的に声かけるっていうのはやってました。お、勇気いただきましたね。そうですね、習ってよかったかな、英語よりも大事なものを学んだかなって感じです。人生の中で習い事したことありますか？ピアノ、水泳。いつの時にやってたんですか？ピアノは幼稚園から小学校までやってて、水泳は小学校から中学までやってました。ピアノだけで、ピアノが小学校5年生から高3の初めぐらいまでやってました。結構長い間やってましたね。やってましたね。ピアノをずっとやってて人生に役に立てたことありますか？リズム感ついたかなみたいな、なんか全然リズム感なかったんで、それこそスポーツするときになんかスポーツ楽になったかなみたいな、ピアノやったおかげで逆に。テニスやってたんですけど、結構スムーズに動けるようになったかなみたいな感じはします。テニスでどんなリズムか、ポカンポカンみたいな感じ？あ、でもそうですね、なんかタイミング取るのが楽になったかなみたいな、ずらされても相手に、まあ、あとなんかカラオケとか行っても音外れなくなったなみたいな、なんか外れたら音すぐ分かるんで。彼がカラオケ上手ですか？うまいですね、この人は。彼もうまいです。2人もピアノ習ってたおかげかもしれないですね。そうですね、ピアノのおかげで。あ、もう一つ習い事やってるの思い出して、なんか絵描く絵画教室でやってたんですけど、なんかそれはなんだろう、いろんなイメージすることだったり、なんかアイディアを出すのになんていうんですかね、頭の中でそのアイデアが描けるっていうかイメージすることができるんで、その絵画っていうのはすごい役立ってます今でも。最近だとどういうことでやってる、役に立ってますか？今仕事でその IT 系の仕事してるんですけど、そのシステムを作る時とかになんかどういう風に作ったらいいかなとかいうのを頭の中で結構想像する力はついたと思います。自分は習い事したことありますか？水泳、学習塾、ピアノ、
ソフトボール、お料理教室も行ってました。お結構5つの習い事してたんですか？あんまりフリータイムがなかったんですか？そうですね、小さい頃はあんまりなかったかもしれない。ピアノ、水泳、新体操、機械体操と塾習ってた。ソフトボールと新体操は今の生活に役に立ってますか？ソフトボールで培った体力、元気です。体力つけました。いろんな習い事してて、そこで一番役に立ったのは何ですか？ソフトボールに関しては、こう大勢の中でやっぱりやっていく競技になると思うので、人と接することでしたり、こう人間関係の構築とか、辛い時でも頑張るみたいな、そういうちょっと体育会系のところ勉強できてよかったなと思います。今だと、まあ、子供がいるのでピアノやってたので、まあ、鍵盤、まあ、弾きながら一緒に歌いながらっていうのができるっていう意味ではやっててよかったのかなとは思います。今は歌を聴いたりとかするとやっぱ喜んでくれるので、やっぱ喜んでもらいたいって気持ちでやってます。なんか子供のために何か弾いたりとか今してるんですか？ボタンを押して音楽を流してます今でも何か習ってたりとかしてますか？今は習い事してないんですけれども、最近はちょっと年を取るにつれてお花とか好きになってきたので、こう和菓子の練り切り習いに行って、こう日本の文化に触れるとか、そういうのも素敵だなって思ってます。子供がいるので、将来で子供に習わせたいことはあるんですか？水泳とピアノは絶対やらせたいなとは思います。なんで水泳とピアノですか？とやっぱりリズム感が音痴にならないでほしいのでとあと水泳はやっぱ泳げないと、何かあった時、自分自身で何かしないとってなった時にやっぱ泳げないと怖いので、と水を嫌いにならないでほしいので水泳習わせたいですね。子供の時に何か習い事したことありますか？はい、あ、野球とソロバンを3ヶ月ぐらい、計算計算の習い事みたいな。なんで3ヶ月だけですか？行ったらハンコしてもらえるんですよ。そのハンコを先生からパクって自分の押したのがバレてやめましたあー、じゃあのまだ3ヶ月以上はかけてるようにハンコ押してたから。もう来年の1月ぐらいまで押しとったんですもんねはいあー、それがバレちゃった、はい、で、もうやめました。で、野球はどれぐらいやったんですか？野球は18までやりました。今でもなんか役に立てたりとかしてますか？体力もついたし、あと上下関係、うん、そのチャランポラのやつよりはできとるんじゃないですか？習い事したことありますか？水泳教室です。クラシックバレエとピアノやってました。お子様もいるので、未来で何を習ってほしいんですか？2人とも運動をやらせたいですね。サッカーでも野球でもチームプレーのできるスポーツがいいですね。なんでチームプレーですか？やっぱり相手への思いやりとかチーム力とか、そういうの学んでほしいなと思います。私もバレエ同じようにやってほしいのと、あと護身術とかできたらいいなと思います。護身術？合気道とか空手とか、そういうちょっと強い女の子になってほしいです。お、強い女の子に育ってくれるんだってバレエを習ってほしい理由は何ですか？バレエは姿勢が良くなっていいかなと思います。じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。ありがとうございます。Now, actually making their kids study quite a lot of things from a young age, that is a thing. It's true. So we found that out this time. Most of the people we interviewed learned at least two or more things in younger years, and most of them dropped it, but some of them kept going. It's interesting to find out about that. Also, I once knew a primary school student whose mother had something lined up for her literally every day of the week. English lessons, piano lessons, swimming lessons, another instrument lessons, extra lessons. And the only free time she got was actually in the car from one place to another. So, yeah, she told me that and I was like, wow, that's really, really busy. So guys, were you that busy when you were kids? I mean, that is a lot. Let us know in the comments down below. Also, if you are new, I hope you enjoyed this video so much that you would like to subscribe. And if you've been with us, don't forget to leave a big like on the way out. So, I catch you soon for more stuff on Ask Japanese and there's a video to keep watching.